権利をやる。お任せください。なめんなよ。かけるな。よし。出てきやがったな。あの薙刀みたいな武器何なの？あれは三国時代の英雄関羽が持ってた武器だな。関帝廟の関羽の像も持ってるやつだ。ああ、あれね。もしかしてマブチってちょっと英雄気取りなの？だとしたらとんだ勘違い野郎だ。やつのプライドをあのボコごとへし折ってやろうぜ。いい調子だな。シート服ジャウシー、このみはサービススタート。ウィキーネイダリーネフィニッシュネまたのご利用お待ちしてます。してみろ。やるぞ。舐めると痛い目になるよ。やってやろう。よし、やるか。怪我しますか？頑張ります。奥の手よっ。あなただけが頼りです。じゃあ覚悟しない。やるか。どうしよう。出ますかね。やめろ。おっしゃ、行こう。うちの野郎はえらく気合…なあ、半端ねえオーラだ。俺には体から真っ赤な炎が出てるように見えるぜ。お前の想像力すごいな。なら俺たちも同じくらい気合い入れねえとな。その通りだ。行くぞ。どうしたかな。やってみろ。見せてやる。とっておき。
バイよろしく。すげえ、聞いたぜ、最高じゃねえか。まだ口が利けそうだな、ありがてえ。いってえ。何なの、嬉しそうな声出して。よくもうちの店長殺してくれたじゃねえか。殺したな、はあ、殺した殺した殺してやったよ。清流会とドンパチするために。俺は言われた通りにやっただけだ。言われた通りにだと、誰に何を。さっきここにいたろ、ブリーチジャパンの代表小笠原。小笠原、あいつが店長の殺しをお前に。何が狙いでそんなことを。小笠原の狙いはな、偉人町そのものだ。なんだと。荻窪豊を支える謎の資金源を暴き出すことが小笠原の狙いだったんだ。そのためには陸の壁にひびを入れる穴を開ける必要があった。穴を開けるって、
それが野々宮が死ぬことなの？じゃあ何か、小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を。何がブリーチジャパンだ、何なんだあいつらは。待てやマブチ、連中に頼まれたとしてお前は何で引き受けた？偉人さんの全勢力を敵に回してまで何の得がある？小笠原にはでかいバッグがついてる。バッグ？偉人さんも陸の壁も時期終わりだ。明日には山ほど兵隊が乗り込んでくるからな。兵隊？ブリッジジャパンのか？そうじゃねえ。まだわからねえのか、カスが。あ？ブリーチジャパンのバックについてんのはな、カムロ町にいる大見連合よ。なんだと？俺、偉人町の荒川マスミになるんだ。やつみてえに町を売っ払って大見の幹部に名を連ねる。俺はこんな狭い町で終わりゃしねえ。おやっさん、てめえと一緒に勝たんな。大見連合がこの町にも来るの？そこんとこじっくり聞いてみようじゃねえか、小笠原の野郎に。奥にまだ部屋がある。小笠原も難波もそっちへ入ってた。ああ、わかってる、行こう。奥からも外へ出られたんだ。小笠原ならもう出てった。ナンバ？ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。コミジルもぶっ潰してくれる。俺の弟も見つけ出すかもしれん。俺らにはできねえ芸当だよ。なんちゃ。一番、俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやってたのもあいつを見つけてからだ。小笠原はどこに行った？もう彼らの邪魔はすんな。少し話をしてえだけだ。だから、それが邪魔だってんだよ。一番ナンバー、今は弟より自分を心配しろ。偉人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい、どっかに隠れてろ。さっきマブチが言ってた、明日近江の兵隊が偉人町に入ってくる。そのどさくさに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ねえナンちゃん、気持ちはわかるけど、私たちの気持ちもわかってよ。ねえったら。うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。ああ。でもな、弟を見つけるにはこいつらの力がいるんだ。本当に行くのか？止めたきゃ止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。俺らがお前にそんな真似するわけねえだろ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。ああ、うるせえ。一番、気持ちはわかるが立ち止まってる場合じゃねえ。奥はおそらく支部長の部屋だ。調べてみようぜ。せっかく誰もいねえんだ、チャンスだろ。なあ、そうだな、ね、